こんにちは、ゴッドコータンと申します。今回はこのマインクラフトの世界に半日後ハリケーンがやってくるらしいんですよね。で、そのハリケーンが来ても大丈夫なようにめちゃめちゃ頑丈でかつすごく強固な家を作っていきたいと思います。そのハリケーンから守れるための最強のお家をね、早速やっていこう。サバイバルでお願いします。そしてこのコンフィグで半分、つまり2分の1で半日後にそのハリケーンがやってくるそうなのでやっておきましょうか。まずそのハリケーンとやらどういうものかと言いますと、めちゃくちゃすごい台風みたいな、そんな感じ。風とか雨とかたくさん出てきて、並大抵のお家じゃ間違いなく風によって壊れてしまうわけ。ですが、ゴッドコータンは、まあ、そんじょそこらの建築税とは一歩先を行った存在なわけ。自分でサバイバルで自力で建築をして、自分の身を守ることができるというわけね。木造だと風によって吹き飛ばされてしまうから、石造のお家にしておこう。石造りの家だな。で、これさらにさ、重要になってくるのがさ、僕の家を建てるまでの速度なんだよね。これ、のんきに作業台とか作ったりしてるけれども、まあ、そんな時間ないのよ。早いところ家を作らないと、この竜巻さんがね、もうそろそろ成長し始める頃。半日後にはもうすでにトルネードとなって僕の家を襲っているわけだからね。まあ、近くに山岳バイオームがあったので、石造りのお家を作るには持ってこいですね。それでは石を採掘するまでカット。すごい不穏だ、あそこら辺が。周り白いのに一部だけ黒いなんて。あと、ついでにカットオールっていうめっちゃ便利な元を入れておきました。これ入れることによってね、ハリケーンが来るまでにたくさんの木を入手することができるわけなのでね。まあ、メインとなる建材は石だから、先に丸石とかをなんとか採掘しておく必要があるんだけれども。あと、食べ物も必要だよな。周りにはたくさんの豚とか羊さんとかいるから、僕のための食料を手に入れておきましょうか。ちょっと移動しておこう。向こう灰色だ。灰色は良くない。真っ黒だったり灰色だったりするのは不吉なことが起きる前兆のような、そんな気がするし、気持ちなんか天気が悪くなったような、悪くなってないようなって感じだから、もうちょっとだけ移動しておこう。ハリケーンがやってきた時に建築するじゃ遅いからな。そして建築するとしたら、風とか雨をしのぐことができそうな巨大な崖の近くとかがいいな。そしたらさ、風とか雨とかそういうのを防げるわけじゃないですか。だからそういうところにお家を建てたいかなっていうふうに思っております。石を集めるとは言ったもんな。僕、石集める系の便利な元入れてないんだよな。一個一個さ、ピッケルとかで採掘するのってさ、モッドとかのせいで体がなまってしまったサバイバルクラフターにとっちゃ苦痛なわけよ。だから、一括破壊で丸石全部ドカーンって壊せるような、そんなモッド入れておくべきだったなーって今になって後悔してるんだけれども、そんなことやったら、あ、ゴッドクーテンさん、サバイバルに前はあんなに積極的にやってたのになーみたいな風に言われるから、まあ僕は今でもサバイバルに関してはね、しっかりとクリエイティブとか使うことなく集めますよ。まったく。あら、たくさん丸石を掘っている間に、なんだか天気が暗くなってきたな。ってことはそろそろトルネードが来る前兆ってことですか？なかなか厳しいな。てか、まだお家のおの字も作れていないって言うからさ、とりあえず何かしらの地下シェルター的なものを作っておくか。ここがいいだろう。いや、待て。違うな。違う違う、そうじゃない。トルネードが来ても耐えれるような、とても素晴らしい家を作るというのが今回の目標なんだろ？なんかよくわからない土地で、ひっそりとちょっと穴掘って、よし、これでお家完成みたいな感じじゃよくないわけですよ。しっかりと自分が建てたお家が、すごく頑丈なものだっていう風にみんなにアピールする必要があるのでね。丸石を使って土台を作っておきますと。邪魔。邪魔。マジレスすると、ここで邪魔をしないでいただきたい。なんでお前今スポンって湧くんだよ、バカ野郎がよ。今すぐにトルネードが来るって言うんだから、お前はさっさと寝ていなさい。ここら辺のあたりをすべて整地しちゃいまして、丸石で土台を作る。なんか今さ、木の葉がさ、ふわ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 って、ほらほらほら、木の葉がふわふわふわって葉っぱから落ちてるような感じするんだけど、これも何？台風の影響だったりする？丸石を基調としたデザインにしたいと思う。そして床面は全部丸石で作りたいと思う。
でもアクセントとして原木を使うのはまあ、あり。自分のお家を守るっていうのもあるんだけれども、自分のお家の建築力をみんなにアピールしたいっていうのも一つの目標となっているわけだから、中途半端に丸石の豆腐作って、これで竜巻守れたよとかいう、そんな変なムーブとかしちゃよくねえからな。僕はですね、丸石の壁ってやつ、これをね、建築によく使うんですよ。普通の丸石をパパ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 パっていう風に並べるだけだったら、あまりにも質素なんですよね。そうならないためにもこんな感じ、丸石の壁を使用することによって建築に凹凸感っていうものを出すことができるんですよ。なんだよお前、うわっ、が邪魔だお前、ぶっこそこの野郎、スケルトンは大嫌いだ。マインクラフトの中で一番、なんでお前も邪魔しないでくれないか。マイクラ企画で一番邪魔な存在って何だと思う？スケルトンだよ、スケルトン。丸石の階段と丸石の壁で周りを作ったら、今度はその周りをさらに丸石で囲みたいと思います。そして、まあ、僕はしっかりとデザインセンスも欠かせません。はい。ドアを置きます。普通の、こういう突風とかね、そういうのを本当に防ぎたいのであれば、わざわざドアなんて置く必要はないんですよ。ドアなんてただの木材ですからね、こんなもん置いたら突風とかが来た時に吹っ飛ばされるところじゃん。でも僕は建築重視なので、ここにもドアは必要だと僕は思います。建築得意なのでね。ですがガラスは必要ないと僕は思う。ガラスは正直言って僕の建築では絶対に使わないブロックの一つなんだ。ただ単に作るのがめんどくさいっていうのもあるんだけれども、ガラスってさ、作るまでがやたら面倒なくせに壊すの簡単だから、割られた時のさダメージがでかいじゃん。だからうちはガラスは使わない。あと僕の建てるお家って大体凹凸が多いから、ガラスとかやったらさ、なんかガラスが浮いちゃうんだよね。ってことで、建築進めたいと思います。ちょ待って、なんか渦巻いてない？そして水がパパパパパパって滴ってるような気がするんだけど、まだ僕建築できてないんだけれども、建築をするのに夢中になっていたせいでトルネードが来ることしっかり忘れてた。なんてこったい。僕が建築、待って、僕まだ建築がまだできていなくてですね、ここは応急処置というか、なんというか、まあ、今の時点でももう十分僕の建築はね、強度がしっかりとしているので、天井をこうやってね、防ぐことによって、お家を完全に守ることができると、そういうわけでございます。あと、よく窓とかを木材で打ち付けるやつ。これがやりたくてわざわざ窓つけなかったの。あとは、中を松明でやって、こんな感じでぬくもり感じられる、そんなデザインになったのではないでしょうか。じゃあちょっとどうしようかな。なんか外からやたらと雷とかそういう音が流れてるし、水滴の音とかもやたらうるさいな。なんか小学生、何これなんか、すごいな。僕が作ったこの素晴らしい建築のちょうど真上から大量の雨が降ってきてしまったと、そういうわけですか。あれ？意外と外に出ても大丈夫だ。いやーにしてもこうやって雨風をしのげるお家があるというのはなかなかよろしくってね。まあ見た目こそかなり雨がすごいけれども、あんまり風はそこまで強くないみたいだな。このまま少し時間が経つのを待ちましょうか。まずい！まずい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 ！雨止んだと思ったら今度めちゃくちゃ突風降ってきたんだけど、なんだこれ。しかもなんかさっきのとは全然違う、自分の体がなんか持ってかれるようなめちゃめちゃすごい、そんな突風がすごい吹き荒れているんだけれども、これどういう状況？このお家の状態が大丈夫ならば僕はいいんだけれども、あ、待って、動けなくなった。ちょ、お願いします。これシフト離した瞬間、僕はあの台風の目の中にどっかに持ってかれるような、しかもなんかいろいろとこれ吸い込んでない？歯ブロックをさ、大量に吸い込んでるような、そんな気がするんだけれども、それに雷まですごいし、僕のお家は大丈夫ですよ。僕はだって完璧のスーパーパーフェクトハウスなので。あれ何これ、無重力みたいになってる。早く家の中に避難させてください。こういうことが起きるから台風とかの日には家の外に出てはいけないという風に勧告が出るんですね。よくわかりますよ。何痛っ痛っ痛くない？
待って、お家に帰らせてください。そしてゴッドコータンのお家は相変わらず無傷です。あれ、待って、敵モブさんが。敵モブさんも吸い込まれてしまっているのですね。かわいそうに。待って、今爆発しそうになった。とりあえず、どうする？あのお家の中帰りたいんだけれども、もうこのままだったら帰れないよね。まったくなんてこったい。ってことで、今回はここまで。いった！何今の？このようなモッドで遊んで欲しかったら、コメント欄でぜひ、こういうモッドで遊んでみてのやつリクエストお願いします。にしてもこれ、あれだな。持ってくブロックが、ハブロックとか、モブとか、軽めのそういうエンティティばっかりだな。石とか丸石とかそういう系のブロックは持ってかないんですね。だから僕のお家は平気なんですね。いった、なんだお前、風に飛ばされてるくせに僕に対してダメージを与えてくるのか。ってことで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さよなら。